はい、少子の実況動画やっていきたいと思います。まあね、最近動画上げられていないので、まあ、ちょっと久しぶりに頑張っていこうかなと思います。まあそうですね、なんかお前が先手だ。いろいろありましてね、対局開始。本当は申し訳なかったんですけど、まあ今回はね、頑張っていきたいと思います。なるほど、そうですか。まあなんか矢倉、あー嬉しのか、まあ嬉しの結構刺すんですけどね、嬉しの結構棒銀に、弱いイメージはあるんで、まあ、角のラインを通しつつ、まあなんか棒銀チックに攻められれば、原始棒銀嬉しのといえども厳しいんじゃないかなと思います。ということで棒銀だな、やっぱり。で、まあ、この銀踊りはこの銀で止めた手なんですけど、まあ、端から殺到できますね。端歩ついたら端歩ついて、まあなんか銀強交換して強なりを狙っていければいいかなと思いますが、かっきって同歩に銀でもワンチャンあるか。西野か。まあ、一旦、ちょっと、あ、ちょっと、か。ちょっと、まあ、さすがに一曲じゃ怖いんで、次、歩ついていくのかな。ちょっとそこがわかんない。歩ついて銀、同銀、同歩で、いいか。で、左美濃の形でいきますか。なんか、それがあるんだ。これで銀引かされるのは不満だから、極めておくのかな。いやーちょっと、いや、なんか最近そうですね、なんか嬉野と当たんないような気がしてたんで、対策とか全くやってなかったんですけど、いやー嬉野いるんですね。最近本当に見かけない気がしてたんですよね。まあ、といっても、まあ、最近そんなに刺してないっていうのはあるんですけどね。まあ、同角で後手に当たりをするのかな。まあ、当てもあるか。で、まあ、いなり止められるからいいんですけど。そうだな、なんか、若干悪いか。あー、そっか、同銀で角成って取ったら飛車なるよっていうやつか。まあ隠れておいて、いや、よくないや、銀目なのか。それで叩いて押さえてから取ろうと思ったんだけど、銀でありますね。それ厳しいか。いや、結構厳しいな。そっかそっか、銀出で、あー、よかった。いや、これで、うわー、微妙だな。隣で、いやー、まあ、いや、返そう。なんか、今、隣一本入れて、同角は、なんかさっきと同じで、歩をこっちは得してる気がするので、ここは角引くしかないかなと思いますね。角引き、同角、同飛に、いいのかな。なんかどっかで受けておきたい。やっぱ同期に角打って、腕受けて、飛車引くのかな。上がるのは、やらなそう。直感ではなんか引きたいですよね。やばかった。あー、そっかそっかそっか。これここに角打たなきゃいけないのか。やばい。これはやばい。
これは完全に知ったな。取って角打ちにしてこない。うわーこれ厳しいぞ。いやー厳しいですね。厳しい。厳しくないかこれ。で角打ち寄って角内に飛車成りが入っちゃうし。あれ、いや嬉しいの強いですね。やっぱ止まると本当に強いな。いやそっか、暗い。でもまあまあ逆転がまだあるかなと思いますね。でも角打たれると結構もう逆転の目が詰まれる気がするので、角打ち寄って角成り同玉に飛車成りで景金銀を手に入れて玉上がりに、まあ、なんか銀で打ってみて角打たせて金打つかぐらいで結構こっちが潰れてますね。ただなんか同金だと飛車成りで分かりやすく、ああ確か上がる手もあるのか、上がったら3で取られるか。いや、上がるか。上がるべき。あ、ならずだ。7分。ならずか。待って、ならずは、取って、金打って、寄って、角なってで。いや、この飛車を取った方がいいですね、ならずの。いや、これは、多分、クリックミスですね。いや、ならずは、まあこちらとしてはねありがたいんで。あれまたならずだ。どういうこと？よく言われるならず者ってやつですかね。いやーこれはさすがにわざとなのか。でもこれ取れますからね。もしかしてなんか慣れない理由があるのか。パソコンの操作設定、いや絶対に慣れない、ないと思うんだけどな。まあここによってなんか銀取りを受ける手もあるんですよね。で飛車ここによって、まあ、どっか角引いて飛車成りを狙うっていう手もあって、これはちょっといろいろ楽しみが出てきたかなといった展開です。ここはもう受けに徹したいですね。で次ここに金打つ手が厳しいかな。それでも金打つ手が厳しくて、が相当厳しいような気がするんですけど、まあ、とにかく受け潰してしまいましょうというところですかね。まあ、これで、まあ、金は渡すことにはなるんですけど、銀と角と金の、まあ、2枚替えということで、こちらの玉にね迫る手段がないかなというところで、でようやくここで自分の番ですね。お主腕を上げたんじゃないか。いやー完全に忘れましたけど、ありがとうございました。ちょっとまあ基本見ていきたいと思います。はい、そうですね、自分が先手で、まあ、この4二銀で嬉しいのでしたね。いやまあ矢倉組むのかなと思ったんですけど、いやまあ嬉しいの結構棒銀イメージ厳しいと思ったんでやったんですけど、なんかうまくやられましたね。ここで、ここで同銀と取ってしまうと角成りから、角成り、あ、ここいか、ここに角成りで
同金で飛車成りで、まあ飛車なられた上に、まあ銀金交換、まあなられてるっていうのが結構厳しいのかなというところで、まあ角を外したんですけど、いやこれが悪手でしたね。歩成りが結局入ってしまうんで、まあこれで、でまあ同金が一番、まあ、安全かなと思うんですけど、同金と取ってしまうと飛車成りが分かりやすくて、まあなので同玉って取ってちょっと紛れを求めた、まあ確実にここはもう敗勢かなという局面でしたね。でまあ角打たれて、しかし、ここで角成りであれば同玉で飛車成り入ったんですが、まさかならずでしたね。ここの地点ではちょっとタップミスかなと思ったんですが、でまあここで引いておいて、もうここで角成りされると結構、まあ、厳しいかなと思っていたんですけど、ここでもならずでしたね。これはよく言われるならず者ってやつですかね、本当に。まあ何らかのね、パソコンの不具合かなとは思ったんですけど、2回はどうだろう、よくわかんないけど、まあそんな感じですね。ではこのならず者がかなりこちら的には嬉しくて、でまあこの金打ちで、そうですね、もう角が死んでいるというところで、まあなってれば取れるんですけどね、なっていないので取れないで、まあここでそうですね、まあ2枚替えをで金打ち打ったところで、まあさすがにどこにでも打ったところで手がないというところで、まあこちらはね、飛車角銀歩2枚あるんで、まあこちらにも、まあ要は大駒全部持ってるという展開で、まあいろいろこちらから手がもう楽しみしかないなっていう局面だったので、ここで相手の方投了でしたね。いや、まあ確実に負けていたので、ちょっと何とも言えない試合なんですけど、まあ一応勝ててよかったですね。ご視聴ありがとうございました。まあね、チャンネル登録しての下の部分に、まあ、チャンネル登録できる部分があるので、まあ、よかったらチャンネル登録してください。また注目の動画、まあ、今期注目の動画というものがありますので、まあ、よかったらね、ぜひご視聴ください。